中村さんがね、日曜礼拝とかいうですね、朝鮮蛇教のですね、この礼拝事業に断固としてね、えー、ご挨拶ということで今日行かれてるんですけれどもね、まあ、そこでね、信者とね、論戦になったという話だけは聞いたんですね。まあ桜井がね、アドバイスしといたのは、あのまずね、 統一協会に対して、我々が怒ってるのはね、その高額商品がどうたらこうたらっていうのはね、それはあんた、あの、心の弱い人間、心の弱い人間が勝手に宗教にはまるだけの話であって、それはね、専門家がね、あんた論議すりゃいいことであって、我々が問題にしてるのは、あんたたちが日本をね、とことんまでね、こう、誹謗中傷して、で、しかもね、天皇陛下まで殺すとか言ってるんですよ、教祖が。 文鮮明のクソったれがこんなこと言ってるわけですね。で、その時に、怒って当たり名だろうよ、というですね。国体をね、破壊しようなんていうね、これテロリスト以外の何者でもないんですよ。で、それをね、あの、中村さんに言ってほしいと。中村さんがね、今度ね、また来週日曜礼拝あるんですかね。まあ、その際にね、信者が今日みたいにね、議論を吹っかけてきたら、反日姿勢について。だから我々が問題にしてるのは、 これ完全にテロリストの思想でしょ反日テロリストのお前たちが宗教を名乗って、日本にいること自体が問題なんでいということで、徹底的にやってくれって言ってるんですね。じゃあ自分もね、何ができるかわからないけれども、とにかく参加したいっていう人がいるんだったら、ぜひね、日本第一党本部にね、 直接電話してください。もう直接電話をかけて、ぜひね、今度、中村さんについていきたい、あるいは堀切さんの選挙を手伝いたい、他の人でもいいんですよ、他の人の、このね、人の選挙を手伝いたいっていうね、その熱意を示してほしいんですよ。だからね、手伝うだけでもいいからね、もう旗持つだけ、あるいは、再選が行われ始めたら、ビラを配るだけでもいいし、ポスティングをね、手伝うでもいいし、まあ、こういった形でね、 ぜひね、皆さんも手伝っていただければと思います。自分もね、マイク握らせてほしいと。何ができるかわからないけれども、たどたどしくてね、もうカンペがないと読めないかもしれないけど、それでもね、桜井がやれと言ったんだから、それを信じて自分は第一歩を踏み始めます。これが大切なんですよ。第一歩をね、君たちが踏み始めないと、いつまで経ってもね、始まらないんですよ。ここでいくらカチャ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 やったところでね、 そんんななもものの何の意味もないんですね世の中変わらないんですよ。皆さん自身でこう少しずつでもいいから自分を変えていかないとちょっとでもいいから前へ進もうというねその気概を持たないと日本このまんまだとね何もしない抵抗無抵抗のまんま終わってしまいますよね。日本第一党は声を上げ続けております。 たとえ誰が何と言おうと日本第一党だけはですね、声を上げ続けてるんです。